では豊臣秀吉がカトリックとイスカレオンを破る世界侵略の野望に気づく話をやっていきたいと思います。1587年島津氏を倒すために九州平定に乗り込んだ秀吉をカトリックのイエズス会の宣教師が当時の我が国に存在しない最新鋭の軍艦を準備して出迎えました。その壮大さに驚いた秀吉はイエズス会による布教活動には我が国への侵略が秘められているのではないかとの疑念を持ち始めました。そして現地を視察した秀吉が彼に待ち受けていた3つの信じられない出来事、これを目にしたことによってその疑念が確信へと大きく変化していくのです。秀吉が九州に上陸してまず驚いたことは、外国への玄関口でもある重要な港町の長崎が戦術の通りキリシタン大名であった大村住忠によってイエズス会に寄進されてしてしまったことでした。いかに信仰のためとはいえ、我が国古来の領地を外国の所有に任せるという行為は自身による天下統一を目指した秀吉にとってはありえないことであると同時に、イエズス会やその裏に存在したイスパニアの領土的野心に嫌でも気づかされることになります。次に秀吉を待ち受けていたのはキリシタン大名の領内において無数の神社や寺が焼かれていたという現実でした。これらはカトリックの由来であるキリスト教が一神教であり、キリスト以外の神の存在を認めなかったことによって起きた悲劇でもありましたが、秀吉の目には我が国の伝統や文化を破壊する許せない行動としか映りませんでした。さらに秀吉を驚かせたのが、ポルトガルの商人が多数の日本人を奴隷として強制連行していた事実です。皆さん、これは正真正銘の強制連行です。どっかの国のような偽りではございません。支配地の有色人種を奴隷扱いするのは白人にとっては当然の行為であったとしても、天下統一を目指すことによって国民の生命や財産を守る義務があると自覚していた秀吉には絶対に認められない行為でした。イエズス会とイスパニアによる我が国侵略の野望に気づいた秀吉はこれらの事実に激怒するとともに、直ちに宣教師追放令、いわゆるバテレン追放令を出してカトリックの信仰を禁止し、長崎もイエズス会から没収して秀吉の直轄としました。しかし秀吉はその権益もあって南蛮貿易そのものを禁止することはできず、結果として禁教政策は不徹底に終わり、カトリックはその後も広まっていきました。なお1596年にイスパニアの商船が、これですね、イスパニアの商船が土佐に漂着した際、乗組員がイスパニアは領土征服の第一歩として宣教師を送り込んでいることを世界地図を示してわざわざ誇ったという出来事がある。これをサンフェリペ号事件と言いますが、激怒した秀吉が京都の宣教師と信徒を捕まえて長崎で処刑するという結果に迫られます。有名な26聖人殉教ですね。さて、秀吉が築いたイスパニアによる世界侵略の野望ですが、実際にイスパニアやイエズス会はどう動いたんでしょう。当時の我が国は合計で数十万の兵力や数を同じくする鉄砲による強大な火薬力を持っていたこともあり、イスパニアは直ちに我が国を侵略することは現実的には難しいと考えていました。そこでイスパニアは勢力の衰えていた明に着目し、我が国での布教に成功したキリシタン大名を利用して彼らの兵力で明を征服すれば、返す刀で我が国を攻めることも、攻めることで侵略も十分可能になると考えました。ということは、もし明がイスパニアによって滅ぼされてしまえば、次は我が国が確実に狙われるということなんです。この構図はもちろん鎌倉時代に起きた元寇そのものです。
ということは、イスパニアの動きを掴んでいた秀吉にとっても気が気じゃありませんでした。民がイスパニアによって征服されるのを黙って見ているわけにはいかないとすれば、秀吉には果たしてどのような策があるというのでしょう。我が国への侵略の前提として民を攻めようとしたイスパニアでしたが、中国大陸へ直接攻め込めるだけの大きな軍艦は所有していたものの、それこそ地球の裏側まで多数の兵を連れていくことができず、キリシタン大名の兵力を借りなければならないと考えるほどの兵力不足でした。一方の我が国ですが、兵力や鉄砲による火薬力こそは充実していましたが、外交用の大きな船を建造するだけの能力が当時はありませんでした。こういった点に着目した秀吉は、イスパニアと我が国とが同盟を結び、両国が共同して民を征服。戦後は民国内でのカトリックの布教を許す代わりに、イスパニア周辺の外交用の軍艦を売却してもらおうという条件を示すことによって、外交によるイスパニアとの妥協を目指しました。武力による我が国の侵略を断念していなかったイスパニアに拒否されてしまったんですね。進退極まった秀吉は、自分自身がイスパニアよりも先に民を征服してしまう以外、我が国が侵略から免れる方法はないと考え、覚悟を決めました。これを何というかというと、まさにやられる前にやれですよね。戦術した、数十万の兵力や鉄砲による強大な火薬力を投入すれば、我が国単独での大陸の征服も決して不可能ではないと考えたのです。秀吉のこうした決断は、天下が統一されたことで今後の領土獲得の機会を失い、力を持て余していた兵士たちに好意的に迎えられました。振り返れば、古代マケドニアのアレクサンドロス大王やモンゴルの英雄チンギス・ハンがかつて挑んだ巨大な兵力を持つ人間が当然のように行う遠征という名の道を、彼らと同じように秀吉も歩み始めたことになります。そう、皆さん、世界史レベルでいけば秀吉の行動はむしろ当然です。世界史レベルから見ればね、自ら計画した明の征服に対し腹入りと名付けた秀吉でしたが、先日したように我が国は明へ直接攻め込むだけの、攻め込むことが可能な大きな船の建造能力が当時はありませんでした。だとすれば、我が国と地理的に近い朝鮮半島を経由して攻め込む以外に方法はありません。秀吉は対馬の宗氏を通じて当時の朝鮮半島を支配していた李氏朝鮮に対し、我が国が明へ軍隊を送るから協力してほしいと使者を出しましたが、立場上は明を宗主国と仰いでいた李氏朝鮮は秀吉の要請を拒否しました。で、このため秀吉は明を征服する前提としてやむなく朝鮮半島から攻め込んでいったんですね。皆さん、これこそが1592年に起きた1回目の朝鮮出兵たる文禄の役の本当の理由です。つまり朝鮮侵略とは全く無縁です。この流れだけでも簡単に理解できますよね。肥前の名古屋、ここですね。肥前の名古屋に、本陣が置かれた日本軍は、加藤清正らが率いる15万の大軍で朝鮮半島に上陸して、当時は優位に戦いを進めましたが、李氏朝鮮側の李俊臣の活躍があったり、これ見てください。2番隊、普通ね、ここ、ピョンヤン行くじゃないですか。右に行こうと思ったらどっち行きますよ。こっち行くでしょ。何ですか。どこ行ってんですか。知らんけど、こっちは中国じゃないですよ。民はこっちですよ。そう、勢いに乗って進みすぎちゃったんですね。で、その結果縦に伸びきった、これ見たら分かりますよね。これ
縦に伸びきった我が国の軍勢の補給路が断たれちゃったんです。この結果多くの兵が飢えや寒さに苦しんだりするなど、戦略は次第に我が国にとって不利な状況となり、やがて休戦となりました。でその後我が国と李氏朝鮮や明との間で和平交渉が行われましたが、1596年に我が国に使者を送った明が秀吉を日本国王に任ずるという一方的な内容の国書を繰り返したこともあり、失敗に終わりました。まあ秀吉からするとふざけるなということでしょう。あの秀吉と足利義満は違います、そういうことですね。翌1597年秀吉は再び朝鮮半島を攻めました。これを慶長の役と言いますが、見てください、もう平壌まで行けないんですよ。平壌どころか漢中にまで行けてないんです。苦戦してるんですね。日本側当初から苦戦を強いられました。でその後1598年に秀吉が亡くなったことで休戦となり、我が国は朝鮮半島から撤退してきたんです。秀吉の2度にわたる朝鮮出兵は当初の空入りの目的を果たせなかったばかり、朝鮮半島へ多大な影響を及ぼしたのみならず、我が国にも豊臣家をはじめとして多数の損害をもたらした結果となってしまったんですね。